恐竜。恐竜は、脊椎動物の分類群の一つである。中生代三畳期に現れ、中生代を通じて繁栄した。多様な形態と修正のものに適応放散し、陸上動物としては、非常に大きくなったものを持ったが、約6、600万年前の白亜紀と新生代との境に多くが絶滅した。なお、小型の獣脚類の一部は、現在も繁栄して、 鳥類と呼ばれているとする見方もある。アラモサウルスなどの一部の属については、この後もしばらく生き延びていた可能性を主張する研究者もいる。古典的分類では、波中綱から、総弓いう主流カズナに属し、分類階級は上目とされてきた。なお、系統樹に基づく分岐学的観点から、単に恐竜と呼んだ場合、学術的には、 鳥類を含めることが多くなっている、口実。このため、蒸気の分類群、恐竜から鳥類を除いた、グループを指す上では、より厳密な、非鳥類型恐竜の使用が、学術論文を中心に見られる。ただし一般に、恐竜といえば、鳥類を除いたものを指すケースが多く、依然分類群としても勘弁で有用である。よって、本稿では特に言及のない限り、恐竜といえば、 飛鳥類型恐竜を指すものとする。大衆的に恐竜の一群としてイメージされやすい、翼竜、主鳥竜、漁竜などは恐竜には含まれない。ただし翼竜は、恐竜やワニと、同じく主竜類に属し、恐竜とは、姉妹群の関係にあたる。その一方、主鳥竜や魚竜は、恐竜とは、遠園の水生爬虫類である。恐竜は、恐ろしい、トカゲの合成であり、 1842年、それまでに発見されていた3種の化石爬虫類、イグアノドン、メガロサウルス、ヒラエオサウルスの新しい分類名として、リチャード・オーウェンによって命名されたものである。ただし、オーウェンはの豪英語で、恐ろしいほど大きなという意味で用いたという。コ根そうマイナスには、竜を当てるのが通例である。サウルスといえば、恐竜の名前として認識されがちだが、 実際にはトカゲ型の動物や、爬虫類には、原生のものであっても、ソーリスと学名のついたものが少なくない。例えば、エリマキトカゲの学名は、クリミデソリスキンギーであり、カタカナに直せば、クラミドサウルスキンギーとなる。通俗的には、恐竜という言葉は往々にして、大昔の爬虫類という程度の把握しやすいイメージで認識されており、 同じ地質時代に生息していた翼竜や魚竜、主張竜のほかに、古生代に生息していた一部の非哺乳類型のタンユ弓類、いわゆる哺乳類型爬虫類なども含めた概念として呼ばれる場合が少なくない。恐竜展や子供向けの恐竜図鑑などではこれらの各種爬虫類や、さらには恐竜絶滅後の生物、マンモスなどまで含めて展示、掲載するものがよく見られる。 しかし正確には、恐竜は、系統的に異なる、翼竜、巨竜、主張竜などは、一切含まない独立した、分類群である。この分類群、すなわち恐竜類は、その最も際立った特徴をして、直立歩行に適した核を持った、爬虫類と呼ぶことができ、ほぼすべて地上生である。分岐学の観点から、原世鳥類とトリケラトプスを含むグループの最も、 近い共通祖先より分岐したすべての子孫が定義として頻繁に用いられる。この意味は実際に系統樹を見るとわかりやすい。ネスビットに基づく主流類の系統樹の例、上の系統図で原生鳥類は龍番類の重脚類に含まれ、トリケラトプスは超番類の一族である。要するに前述の定義の意図するところは外して龍番類と超番類。 それぞれの動物の共通祖先から分岐したすべてのものであり、原生鳥類、トリケラトプスは、それぞれ流番類、鳥番類における代表例として任意に挙げられたにすぎない。よって、同様のグループを、例えば、恐竜の命名のきっかけとなった二族を挙げ、メガロサウルスとイグアノドンを含むグループの最も近い共通祖先より分岐したすべての子孫と表すこともできる。 また、より厳密に三つの系統を用いて、トリケラトプス、サルタサウルス、イエスズメの最も近い共通祖先より分岐したすべての子孫、つまり、恐竜イコール長万類、獣脚類、竜脚形類とする意見もある。これらの定義では、必然的に獣脚類の一群である鳥類を、恐竜、より詳細には竜万類の中の獣脚類、 コエルロサウリアニゾクスマニラプトラに含まれるに含めることになる。このため、鳥を除いた恐竜を表すために、貴重類型恐竜の用語が使用される。また特に、鳥を除いた重脚類を表すごとして、貴重類型重脚類も頻繁に用いられる。恐竜は単系統群と考えられており、その系統を特徴づける派生形質は非常に多い。 以下に主要なものを列挙する。主流類,類、さらに鳥系類や恐竜系類の形質を持った上でなど、これらのいくつかは特に二足歩行に適応した結果として生じた形質と考えられ、恐竜が一般的に想像されるトカゲのような爬虫類とは異なる運動機能を持っていたことを示している。恐竜は祖先的なそういう類から進化した群で、 直接的祖先は、初期主流類、かつて波装場目としてまとめられていた中の一群、鳥形類の一群とされる。このグループには、恐竜の他には、翼竜などが含まれている。このグループは、初期段階から二足歩行へと移行しつつある形態を持っており、最初期の恐竜はすでに二足歩行を獲得していた。飛鳥類型恐竜は、白亜紀末期に絶滅した。 恐竜はよく関心を持たれる動物群であり、ことさらその絶滅の原因に関する仮説は多い。しかし、ある系統の絶滅とは、生物の進化において普遍的なプロセスであり、中世代を通じていくつもの恐竜の系統が絶滅してきたことにも留意する必要がある。K ピコグラム教会、以前は KT 教会と呼ばれたの大量絶滅は、 恐竜のみならず数多くの動植物を巻き込んだという意味で大規模な絶滅であり、事実、K ピコグラム協会における恐竜の絶滅に関する科学的な研究長い間なされてこなかった。絶滅の主要因に関する仮説には以下などのものがある。そのうち確定的とされているのは巨大隕石の衝突である。1980年、 地質学者のウォルター・アルバレスとその父で、物理学者のルイス・アルバレスは、世界的に分布が見られる、中性界白亜系と新性界古代三系を共する、粘土層、通称系 T 境界層に含まれる、イリジウムの濃度が、他の地層の数十倍であり、かつ、イリジウムは近くにはほとんど存在しないことから、これが隕石の衝突によってもたらされたものであると考え、 大量絶滅の原因を隕石の衝突に求めた。その後、1991年メキシコユカタン半島に直径 180km の巨大クレーター、チチュルブクレーターが再発見され、このクレーターを形成した隕石の衝突が恐竜絶滅の原因だとするが提唱された。この説では、地球規模の大火災で生態系が破壊され、衝突後に生じた人間が、 大気中に舞い、日光を遮断することで起きた急速な寒冷化が絶滅の原因であると主張された、ただし異論唱える学者もいる。しかし一方で、衝突で大気中に浮遊した微小粉塵量を過大評価しているとし、寒冷化よりもむしろ衝突で大気中に浮遊した粉塵、衝突による巨大な森林火災の媒炎などが地表への太陽光を遮り、結果、地上や 海中の生態系が破壊され、食物連鎖の底辺の光合成を行う生物の様相が大きく変わり、隕石衝突の直接の影響を生き抜いた恐竜たちも餌の不足により絶滅したとする説明が提示されている。なお、東北大学は前述の説を支持する研究結果を出している。また、隕石が南側に、 数百キロずれて衝突していたら恐竜は今も生き残っていたかもしれないとする研究結果もある。隕石説と反対にイリジウムの起源を地球内部に求め、当時活動していたデカントラップなどの火山活動が大量絶滅の原因であるとする火山説も複数の研究者により唱えられたが、2010年、ピーター・シュルテ他40名の研究者により、 シチルブクレーターを形成した衝突が大量絶滅を引き起こしたと結論付けられた。また、過去には伝染病説、裸子植物から皮脂植物への植物症の変化、草食恐竜の植物がなくなった原始的な哺乳類による恐竜の卵卵核説など諸説もあったが、現在では帰り見られない。これら諸説は恐竜のみの絶滅の原因を考察したものであり、 白秋末期の恐竜を含めた数多くの動植物の絶滅の原因の説明になっていないからである。当初の衝突による衝突の冬寒冷化が原因ではなぜ同時期に存在した両生類や爬虫類などが絶滅を免れたかという疑問が残ったが現在でも二酸化炭素による濃度上昇に伴う気温上昇、ゴミによる太陽光の遮断。 硫酸エアロゾルによる太陽光遮断と酸性雨などについては確証がなくよくわからないとする意見も強い。一方で、鳥類が恐竜から進化した事実から、恐竜は絶滅を逃れた、絶滅を逃れて進化した恐竜が鳥類であるという観点も存在する。そのような観点からは、むしろなぜ恐竜、鳥類は白亜飛末の大絶滅を免れ生き延びたのか。 という疑問が成立すると言える。現代に生きる鳥の系統を除いても、恐竜は長期間にわたって、陸上で繁栄した一群であり、その形態は多様であった。その体のサイズも、鶏ほど大きさのものから、陸上においては最大級のものまで様々であった。最大のものは、竜脚類で、その中でも判明している範囲では、スーパーサウルスが最も大きい。 これら竜脚類は、水星のクジラ類を除けば、地球の歴史上最も大きな動物であり、陸生動物では、地球史上最大である。さらに、アンフィコエリアスはクジラより大きかったとされる。ただし、こちらは現存するものが曖昧な化石の発掘時の記録しかないため、実在が疑問視されている。体重については、ブラキオサウルス科のギラファティタンなどが80トン。 以上だったとする説もある。ただし、この数値はやや課題であるという見方も存在する。恐竜の祖先である、初期主類類は肉食性であり、エオラプトル、コエルフィシスなど、最異初期の恐竜も肉食の捕食者であった。しかし、原竜脚下目など、比較的初期段階から草食へと移行しつつあるグープも出現している。 恐竜はそれ以外の多くの爬虫類とは異なり、胴体の直下に四肢を持つ。この特徴は側方型の四肢に比べて体重を支えるのに都合が良く大型化したグループが出現する素地となったとする考えがある。また歩行の際に体をひねる必要がないため、軽快な移動を可能にしている。この特徴はやや遅れて哺乳類も獲得しているが、異なる点としては。 恐竜は二足歩行の種が多い点である。これは二足歩行が初期種竜類から受け継いだ祖先的な形態だからである。初期種竜類の中でもユーパルケリアなどは体の作りが軽快であり常時二足歩行を可能としていた。竜脚類や長万類の一部のような四足歩行の恐竜は体重の増加等の理由で二次的に四足歩行に復帰したものである。このためか 四足歩行の恐竜でも、体重の大半は後足が支える形となっている。恐竜の二足歩行は、人とは異なり、後足を中心に長い尾によって、上半身と下半身のバランスを、シーソーのように取っていたと考えられている。恐竜の巨大な尾はバランスを取るための必然であり、ティラノサウルス及び近遠の族に見られる縮小した前足は、 巨大化した頭部と釣り合いを取るためだとされる。かつてのように、尾を引きずりながら歩く復元では巨大な尾は邪魔にしかならないため、では、間違いとされる。一方、胴体の横から足が生えている側方々の爬虫類、例えばトカゲは胴体をくねらせて歩行する、いわば波行を行っている。この方法では四肢を側方に突き出した姿勢で体を持ち上げているた。 エネルギー効率が悪い。また、肺を圧迫するために呼吸が阻害され、長時間の走行を困難にしている。亀は、獅子が、側方に生えておりながらも胴体が、甲羅に覆われて、可動性を持たないため、波行を行えない。そのため獅子により、胴体を持ち上げて、歩行を行っているが、歩行能力は一般に優れているとは言えず、歩行速度の遅い動物の代表格扱いされている。 またワニはトカゲに比べて胴体の可動性がやや乏しいために胴体をくねえらさない。また短距離ではあるとはいえギャロップで走行することが可能なものも存在する。ただしワニは恐竜に近縁なグループであり祖先は胴体直下に直立した獅子を持っていた。そのため彼らの獅子を突き出した姿勢は半水性の生態に適応した二次的なものである。 また亀もワニなどに禁煙な主流形類であるため、祖先は胴体直下に獅子を持っていたが、甲羅の発達に伴い二次的に獅子が側方へと突き出す形となったとする仮説もある。恐竜の二足歩行形態は現在では子孫の鳥類へと受け継がれている。しかし、祖先と異なる点としては、尾が短縮したことで重心が前方へと移ったため、 大腿骨がほぼ体に対して水平に保持されていることである。そのため、歩行は膝関節を中心としたものとなっている。恐竜がどのような色をしていたのかは明らかではない。図鑑などに載っている恐竜の色は現世動物をもとに推測したものであり、以前は爬虫類と同様の茶色やくすんだ緑色など地味なものが多かった。その後、 鳥類との関係が認知され、羽毛を持つ恐竜が発見されるに従い、カラフルな恐竜の復元画も登場してきている。2008年、ヤコブ・バンターラは、恐竜の羽の化石中に含まれるメラニン色素を解析することにより、オリジナルの色がどのようなものであったか判別することに成功した。今後、羽に覆われた保存状態の良い皮膚組織の化石が発見されれば、恐竜が どのような色をしていたのか解明することが可能と主張している。そして1990年代以降、中国の白亜紀の地層で羽毛を持った、現在の鳥類と羽毛のない恐竜の間を埋める羽毛のある恐竜の化石が相次いで発見され、系統関係が明らかになってきた。羽毛を持った恐竜には、シノサウロプテリクス、プロターケオプテリクス、カウディプテリクス、ミクロラプトルギロングなどがある。 羽毛を持った恐竜のグループの存在から空を飛ぶ、鳥類と恐竜の進化の関係が明確になった。このように現在では、鳥類の先祖は、恐竜の獣脚類の一種であるという説がほぼ、定説となった。古生代ペルム紀末、PT 教会の大量絶滅により、陸上で多様化や大型化を遂げていた、単ミ類の一群など、数多くのグループが絶滅した。こうして、 空白地帯となった陸上の生態系に、様々なグループが競って進出し、ニッチを埋めていったと思われる。その中の一つが、恐竜の祖先であった。他の競合者となったのが、鳥イ類の島妹群で、ワニの祖先を含むクルロタルシ類及び、前時代からの残存勢力で哺乳類の祖先を含む、タンユミ類であった。ペルム期初期の大気中の酸素濃度は35%に、 達したとされ、横隔膜による呼吸を採用した、哺乳類系爬虫類は抗酸素化では特に支障はなかった。出現当初の恐竜は比較的小型であり、ほぼ同時期に現れた、哺乳類ともども陸上の脊椎動物症においてそれほどの割合を占めていなかったとされる。しかし、三条期末期には恐竜の多様性が増大する。この理由の一つとして呼吸器系の進化が、 提唱されている。すなわち進行する乾燥と低酸素化の環境の中、哺乳類は横隔膜を使った肺呼吸をより発達させて効率的な酸素交換を実現し、一方の恐竜はそれよりさらに高効率の呼吸システムを獲得していく。それが鳥類にも見られる機能である。この機能を獲得したことで、恐竜は高い酸素摂取能力を獲得することになる。また、 この機能が骨の中に入り込むことで中空の眼気骨となり骨格自体の軽量化にも貢献することとなった。酸素濃度35%のペルムキ以降はリグニンの分解能を獲得した菌類による木材の分解により酸素濃度は低下しジュラキ構期の2億年前には酸素濃度は12%まで低下した。機能は大角膜方式よりも 効率的に酸素を摂取できる機能があり、低酸素化でも、その機能を維持し反映することができた。競合する哺乳類系爬虫類は低酸素化で、その種の大部分が絶滅することとった。初めて恐竜が見つかった時には、爬虫類であるとして、変温動物と考えられていた。それにことを唱え、恐竜は高温動物であるとした研究者には、 ジョン・オストロムやその弟子のロバート・ティー・カーなどがいる。彼らを含む研究者の一部は、恐竜を含む、種類類、特に小型の獣脚類は、温血動物であったと主張している。しかしながら、脳の発達の程度、骨に年輪が見られることなどから高温性を否定する説も存在した。しかし、骨の年輪は草食哺乳類にも存在することが判明しており、 この点からも高温性を否定する根拠とはなり得ない。またエドウィン・ハリス・コリバートラがアメリカアリゲーターの総配節口に温度計を差し込み体温を計測する実験を行った結果、大型の個体ほど体温の変化が緩やかであるという結論が得られ。故に大型の流脚類などでは容積が大きいので結果的に体温を体内に保つことができる。 感性高音性で体温を保っていたとする主張もあり、研究が続けられている。恐竜は絶滅しており、行動を直接見ることはできないため、その生態は謎に満ちている。数少ない物症としては、ベロキラプトルとプロトケラトップスが戦っている状態で見つかった化石や、鳥類のように丸まって眠っている姿勢で発見された、ロ論の化石。 同種の歯型が多数、残りとも食いをしていたことが推定されるマジュンガサウルスの化石がある。恐竜の行動の多くは、足跡やすの状態から類推することができ、化石のみで情報が乏しいながらも、骨格から推測される筋肉、足跡の計測などから、おおよその歩行速度を求める試みも一部ではある。また、子供を育てる、群れを作って、共同で生活をするなど、 現在見られる、哺乳類動物と類似する、社会性を持った恐竜もいたと考えられている。社会性を持つと、捕食動物にもよるが、捕食者が近づいてきた場合の警告がしやすい。しかし、これらはまだ研究者の間で議論中の論点であり、異論も少なくない。学術的な記録としては1677年、イギリス、オックスフォード大学のアシモリアン博物館にて、 ロバート・プロットによる大腿骨の膝関節部分の記載が最小と思われる。これはオックスフォード集中期ジュラギの地層より発掘されたものでおそらくメガロサウルスのものと推測される詳細なスケッチを残し標本は現存していないがこの時代に恐竜は知られておらずプロット自身は象のような大型の動物の骨と考えていた。1815年頃には ウィリアム・バックランドが新たな化石を入手している。バックランドはこの化石がどのような動物に属するのか判断がつかなかったようだが、1818 18年にはジョルジュ・キュビエがオックスフォードを訪れ、この化石が大型の爬虫類のものであることを指摘している。これに基づきバックランドは1824年にはトランサクシャンソフ・ザ・ジョバロジェクル・ソサイティ市場にて論文を発表し、 断片的な下顎、いくつかの脊椎骨や腸骨、子の一部の化石を記載、メガラソリスと命名した。1822年には、ロンドン地質協会で、ギデオン・マンテルがある植物植生と思われる動物の葉の化石について発表を行った。これは当初、同協会に所属していたバックランドや、すでに比較解剖学の家として知られていた。 キュビエラから、サイの墓あるいは魚のものであるとの評価を得た。しかし後年の精査により、彼らもこれが大型の爬虫類のものであると認め、1825年、マンテルはこの葉の化石をもとにイグアノドン、イグアノドンを記載した。1842年には、リチャード・オーウェイにより、メガロサウルス、イグアノドン、ヒラエオサウルスを内包するグループとして、ジノサウリア、 恐竜の名称が初めて用いられた。1861年、ドイツのゾルフーフェン方編における後期ジュラキの地層より発掘された化石に基づき、アーキプタークス、シソチョウが初めて報告された。シソチョウは、それまで鳥に特有とされていた羽毛を持ちながら、発達した葉や種子、長い葉を持つなど、爬虫類のような特徴を多く保持していた。 1868年にはトマス・ハクスリーがこの化石に基づき鳥の祖先が恐竜であったと述べている。しかし論争は続き20世紀にはゲルハルト・ハイルマンにより鳥は恐竜ではなくより祖先的な主流類から分岐したと述べられた。この説は一時よく受け入れられたが1969年にジョン・オストロムらがデーノニクスを記載し事項で衝術 再び鳥の祖先として恐竜が挙げられるようになった。その後も、ジャック・ゴーティエによる分岐学的手法の発達や、新たな祖先的鳥類やマニラプトラ類をはじめとする化石の発見が相次ぎ、現在では本記事で幾度も述べられた通り恐竜と鳥との関係はほとんど疑いのないものとなっている。1969年に記載された小型の獣脚類であるデーノニクス。 デーノニクスに基づく一連の研究は、それまでの大型でのろまな変音動物という恐竜のイメージを高音性で活動的な動物へと大きく覆した。1970年代に続いたオストロムやその学生であるロバート・バッカーらの主導による一連のパラダイムシフトは、ダイナスアルネサンス、恐竜、ルネッサンと呼ばれた。これ以降、恐竜の行動や生態、 進化や系統に関する多したような研究が増えていった。恐竜と鳥との関係は確実視されてはいたが、両者の間では、全死の指に祖母があった。恐竜では、鳥の系統に近づくにつれ、5本指のうち、第5、4子が退縮する、つまり第1、2、3子が残る、傾向があるのに対し、現在の鳥の指は一関係上、第2、3、4子であることが、 発生学的に観察されるからである。この問題について、キュンター・ワグナー、らは、飛鳥類型恐竜から鳥への進化上の段階で、全子の指の位置関係のシフトが起こったと説明した。また、田村らは、鶏の肺を用い、発生の過程で、指の元気となる細胞が、位置関係のシフトを起こすことを示した。これに対して2009年には、第一子、第五子の対価的な、 つまりに、3、4子の発達したリムサウルスが報告されるなど、未だ指には謎がある。2000年から2003年、アメリカモンタナ州の約6800万年前の地層で見つかった恐竜化石からティラノサウルスレックスの化石化していない難組織が発見された。ただし2009年頃には、それが、 現代のバクテリアの粘液に由来するものではないかという疑惑が浮上している。他にもカモノハシ流のミイラ化石とされるダコダなど、軟組織が含まれているのではないかと考えられる化石は存在する。トリケラトプスとトロサウルス、パキケファロサウルスとスティギモロックとドラコレックスのように、これまで別属と考えられていた恐竜が成長段階や、 死ゆの差なのではないかとする研究がある。いずれも反論があり、共通見解は得られていない。恐竜の修正は化石では直接確認できないことが多いが、足跡の化石や生息地が修正を予想する手がかりになる。マイアサウラのように子育てを継続的に行っていた証拠が確認された例なども、あが、恐竜の行動にはなお不明な点が多く。 現在恐竜展などで展示されている恐竜の姿や行動は、鳥類の習性からの予想や似た生態的地位にある、原生大型動物からの類推による部分も大きい。かつて恐竜はワニのような皮膚を持っていたと考えられており、実際に鱗が保存された化石も発見されている。その後鳥類との類縁関係が注目されるようになり、一部の 種においては羽毛を持った化石も発見されたところから中にはある種の鳥類のような色鮮やかな羽毛を持つものがいた可能性も考えられている。ただし図鑑等で見られる恐竜の皮膚や羽毛の色模様等はすべて原生爬虫類または鳥類から想像されたもので実際の皮膚がどんな色だったかはほとんど不明である。皮膚自体が残った ミイラ状態の化石は発掘されているが、質感はともかく色や模様は化石として残らないからで、ある。恐竜の定義としては、肝骨、いわゆる骨盤に、大腿骨がはまり込む場所である、肝骨薄、肝骨球が貫通していること、潜水を構成する骨が3個以上である、などである。貝の分類としては、骨盤の形状により、龍板類ソリスキーと長板類オーニススキーヤに、 大別される。竜蛮類は、コ骨が前方へと伸びる、トカゲなど他の爬虫類に似た骨盤を持っていた。対して、蝶蛮類は蝶類に似た、コ骨が、蝶骨に沿ってが後方へと伸びた形状であった。恐竜の分類は、ジャック・ゴーティエが1986年に、分岐分析法により作成した、系統樹により、大きく変貌している。蝶類が、恐竜。 重脚類から分岐したこともこの時に示されている。分類学的には、流板類と蝶板類を恐竜とする。翼竜、魚竜、主張竜など恐竜と、同時代には、様々な大型爬虫類が出現したが、現在では分類上、これらを恐竜には含めない。この3グループの系統上の位置は、爬虫類を参照。原生の動物では、鳥類が最も近い生物であり、 ワニ類がそれに次ぐ。カメ類はこれより遠く、ヘビとカゲ類、アリウロコメとはさらに遠い系統関係にななお、新種の恐竜の化石が発見される、同種だと思われていた恐竜が別種だった。逆に別種だと思われていたが同種だった。骨格から体の特徴が改められるなどの新発見が相次いでおり、毎年のように最も有力な学説は変化している。 すなわち恐竜研究は現在も早い速度で進展し続けているのであり、現在最も有力な知見が将来も有力であり続ける保証は存在しない。例えばブロントサウルスは1980年代頃までは必ず恐竜図鑑に登場する代表的な恐竜とされていたが、これは学名のブロントサウルスをカタカナ表記したものであり、現在はアパトサウルスと学名が変更され、 アパトサウルスとカタカナ表記される。重脚アモク、竜脚系アモク、ファブロサウルスかファブロサウルス、レソトサウルス、テクノサウルス、ゲナサウリスルイゲナサウリアエキノドン。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。